ただいまより鹿児島県県立屋久島高等学校による上田美和作「ジョン・デンバーへの手紙」を上演いたします。
5年育った杉の子たちです。5年でこれか、小さいの。そうじゃな、今日倒すこの大木はわしらが食うために、今日植えるこの苗木はわしらの小孫のために。山神様、どうかどうかお許しくださいませ。
私たちの先祖はきっとこのように黙っていたことでしょう。デンバーさん、想像がつくでしょうか。わずか周囲100キロのこの島には標高2000メートル近い峰々がそびえ立っております。山頂には年間1万ミリもの雨が降り注ぎ、原生林を潤し谷へと注ぎます。その川の流れといったら、あたかも滝のようで、人はここを洋上アルプスとも。江戸時代から始まったのかいな。背景から始めないと遡りすぎやがな。お前これ英語に直せるか。英語に直せるわけないやん。お前俺の高校時代の成績知っとるやろ。無理だな。おい英文は後まで先生に頼もう。後から来るはずだから。しかし、むちゃな話や。ジョン・デンバーに手紙て。読んでくれるかな。読んでもらわないと。明治に入り、また新たな変化が。明治？次は明治かいな。背景から始めないと。一体何十枚の手紙になんねん。高吉、ここはもう焼き場だぞ。直せよ、関西弁。しゃあないわ。高校卒業してから俺、ずっと大阪暮らしや。いいから、知恵を貸せよ。明治に入り、国の方針に従って森林事業を進めていく。
この山の資源は正月の門松一本取ることができる。裁判にはそれ負けたではないか。大正の話です。島民たちはきっとここでもこうして黙っていたことでしょう。寡黙で辛抱強い、これが良くも悪くもこの島の者たちの性質なのです。明治、大正、昭和、国によって管理された屋久島の原生林は良質の杉の揃った小杉谷を中心に少しずつ切られ本土へと送られていきました。終戦、高度成長期、そして時代は1960年代に入ります。1963年、はあ、やっと昭和か。その頃俺たち屋久島高校3年生か。お茶入れるよ。同じように外に出たいとは思わない？先生、
暇さえあればあいつらと山に行って遊んでました。ここの自然が好きなんです。そう、残念ね。島の中で何か仕事があれば。屋久島高校で働いたら。え、来年から屋久島高校に理科の実習教師が採用されることになったの。県に推薦するわよ。理科の実習教師、君ならきっといい先生になるわね、山博士さん。先生、ありがとうございます。聞いてたぞ、こうちゃん。いいのか、それで。末の弟はまだ小さいからな。俺が学費を出さないと。だけど残ってどうなる。ここは何もない貧しいところだ。牛ばっかり追いかけてどうなるんだよ、こうちゃん。お前出たいんだろう、本当は。俺たち3人のうちで一番成績いいのお前じゃないか。帰ってこいよ、いつでも。ここで待ってるよ。な、住みよ、高石。光沢、お前はいつも本心を言わないな。琉球紫、きっと俺はこの蝶と同じだ。他の場所に迷い込んでも生きていけず死んでしまう。Cold here in the city, it always seems that way. I've been thinking about you almost every day. Thinking about the good times, thinking about the day, thinking about how it feels. Sumio! Takamatsu!食べるわけにはいかないわね。明日図鑑で調べてみよう。そうです。
休憩にしようか。花を踏むなよ。はい。先生、今度の校内のスライド上映会なんですが。うん。今回私たち初めてですから、少し練習を見ていただけないかと。あ。実際には伐採跡を見てないからな。知らないんだよ、ここまでひどいとは。スライド上映会を何度開いても島の人たちは見てもくれません。校内の上映会だってこの間見に来てくれた夜行生は3人です。島に帰ってきた若者中心に伐採反対の声は高まっていると聞きます。でも全然伐採の勢いは止まらないじゃないですか。だってここは林業の島だ。多くの住民が山の仕事で暮らしている。うちだって木材の工業です。でも先生、私は怖くありません。間違っていることは間違っていると言うべきです。続けていこう。今みたいに上映会や冊子作りを間に合うんですか。先生、一体何年間上映会されてます。もう4年だ。4年。先生、この間先生がお書きになった屋久島の原生林の冊子を読みました。全ページ、伐採への怒りに埋め尽くされているではありませんか。ああ、そうだ。俺はずっと怒ってる。でも先生、あの冊子、一体何人が読んだのですか。屋久島だけの話じゃありません。先生はいつも授業でおっしゃるではありませんか。北海道から南の島まで、日本中の気候と植物が集まるようなこんな場所は他にはどこにもないと。垂直分布と言うんだ。気の遠くなるような長い時間をかけてこの大森林があると。未来に残すべき世界の宝だと。もちろんそうだ。声を上げないと誰もその
しかし先生、実は先生はすでに諦めているのではないですか。声が小さすぎるのではないですか。それでは沈黙しているのと同じなのではないですか。このままでは本当に取り返しのつかないことに。これは…時間がありません、先生。はい。
したものでは。それよりいつも女子寮のおかずは余るんですね。しっかり計算して作ればいいのに。ごめんなさい。なんだかいつもちょっとだけ。まあありがたいですけど。では私これで。明日また学校で。トマリ先生。はい。あのどうかされましたか。先生、先生ならどうしますか。生徒に臆病さを指摘されたときは。臆病さ。僕はあまり人に対して本音が言えません。怖いんです。人間は自然とはあまりにも違っていて、僕には勝手がわからない。でも生徒にはそんな僕もお見通しだったんですね。よくわかりませんけど。いいんです、忘れてください。わかりませんけど、私は好きです。いい。
俺んちの印刷所で作る。住みよう。やりましょう先生。やろう。巻き込んでしまって。いえ。どうかされましたか。
は楠川のあるお宅に行きました。おばあさんが一人いて、いつもと同じように山奥の写真を見せながら映画作りの話をしました。僕はやっぱり苦手です、誰かに物を頼むのは。話の後、おばあさんが言いました。今、お金はなかとです。失礼しました。それならいいんです、話聞いてくださっただけで。明日。え？明日、もう一度来てくいやい。明日になれば、息子からの来月分の仕送りが届くで。そうしたら、その切符買ってあげますが。僕は何も言えませんでした。そのおばあさんが僕たちのためにわずかな仕送りから映画の前売りを見たら分かります。あの足では映画ができたって上映会にも行けはしません。先生、僕は不覚にもそのおばあさんの前で大泣きしてしまったんです。正しいと信じてる、だけどなんとつらい。住代の印刷所、営林署の官報印刷で成り立っているのです。奴は何も言わないけれど、どれだけ吊るし上げられているか。先生、僕は無力です。何もありません。他人の力を借りないと、この丸腰の拳は振り上げることすらできない。美しかった。
長、デンバーです。この風景にぴったりです。僕は作ってみせます。この映画を絶対に。先生ならできます。先生、もう少し。このままで。ジョン・デンバーさん、我々の映画にあなたの曲を使いたいのです。しかし東京のビクターレコードではあなたの曲を使うのに1曲100万円かかると言われました。1曲100万円、そんなお金はとても我々にはありません。ですからお願いです。この映画のためにあなたの曲を無料で使わせてください。あなたはアメリカを代表するカントリー歌手で、自然保護活動家としても世界中で有名です。あなたが曲の使用を許せば世界が注目します。この島の自然は貴重なの。
しています。1976年7月25日長山工作書き上げたな、こうちゃん。うん、きっとうまくいくよ、そう感じる。訳してくれますか。はい。人には運命がある。今分かった。きっと俺はこのためにこの島に残っていたんだ。You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean.You fill up my senses, come fill me again. Come, let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter. どうか、ジョン・デンバーさん。この島で生まれる子供のために、その子から生まれる孫のために、ずっとずっとそうして続く未来を子供たちのために。1978年映画「屋久島からの報告」完成。音楽ジョン・デンバー。映し出されたのは苔むした太古の森に生きるヤクシカやヤクザル、鳥や虫たち、そしてヤクスギ伐採。島民自ら声を上げられた。やっと映画は全国で上映された。Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Let me drown in your laughter. Let me die.伐採禁止を求めるたくさんの組織の活動。世界自然遺産に登録。無名の島は世界の宝になった。1997年ジョン・デンバー飛行機事故で逝去。おい、お前たち覚えておけ。この島はお前たちのものではない。もはや
sleepy blue ocean. You fill up